サレーは、茶をあげる礼という意味の朝鮮語。タレは、高麗時代まで存在していた朝鮮半島における、茶を飲む儀式。茶を飲む儀式の、サレー茶礼は、朝鮮王朝時代以降の先祖を供養する、朝鮮半島の法事。漢字に反して、茶ではなく酒を使用する儀式である。供養の儀式としての、サレー、韓国の茶、茶朝鮮半島、及び、茶道朝鮮。 韓国も三照朝鮮半島では、高麗時代までは茶文化がある程度普及して流星していたが、朝鮮王朝になると儒教を国教としたため、仏教文化である茶文化は仏教の金圧と共に壊滅した。仏教と関連していた茶の木が根こそぎ抜かれて茶文化が消えた。お茶を放げる仏教儀礼のされを禁じられて以降、酒を放げる儒教の祭祀となったが、 名前のみは、サレーと呼ばれていた。これが工術の供養の儀式としての、サレーとなる。近代の朝鮮半島では、茶文化が皆無に等しく、尾崎という日本人が甲州にある山の裾に作ったサ園が、近代以降朝鮮半島で初めてであるほどだった。1960年代に、佐伯地上が韓国文化財管理局からの依頼で、茶文化を調査した際にも、 数カ所の寺で個人的に茶を若干栽培しているのみという状態だった。こうした中、韓国では1970年代に韓国茶文化復興運動が始まった。韓国茶文化の伝道師といわれる韓国茶文化協会理事長のイグイレは1973年から古典の翻訳等の研究を進め、1979年に韓国茶人会を発足させた。 1981年には、毎年5月25日を茶の日とし定し、1995年になると、韓国茶文化展をドイツ、米国、中国、インドなど15カ国で開催し宣伝普及を行っている。しかし、茶について書かれた辞書が、韓国では、せいぜい10冊程度しか残っておらず、当時どのようにさ礼が取り行われていたのかは分かっていない。また、 茶道は古代韓国から日本に伝わったという、韓国起源説が一部で存在しているが、そのような説は、師書の扱いに無理があることや日本の茶道は、強い独自性があること等から否定されている。旧正月、周遊、先祖の誕生日などに行われる。法事の形式は、祭祀と祭礼の2種類がある。二つの間に、大差はないとされるが、祭祀は午前零時に開始されるのに対し、 サレーは朝取り行われる。地域や家庭によって内容はまちまちだが、祭主とサレーではお供え用のお膳の中身も多少の違いがあるとされる。もともとサレーは成人男子によって取り行われた。しかし最近は女性や子供も参加することが多い。サレーでは、サレー床と呼ばれるお供え用の食膳を準備する。先祖を祀る祭壇は、神座が北になるように配置され、 そこに、サレイ床を置く。主人は、先祖用に、サレイ床に酒を注ぐ。主人は、ジョルと呼ばれる、韓国の再敬礼を2回行う。その後、参列者は、主人同様、祭壇の前でジョルを2回ずつ行う。参列者の挨拶が一通り終わると、先祖の食事時間となる。作法は待ちまちで、参列者は位牌に背を向けたり、祭壇が置かれた部屋の照明を消したり、 部屋から一旦退出したりする。先祖の食事終了を見計らい、主人が祭壇の酒を飲み干したところで、儀式は終了する。その後、皿へ床を少しずつ、取り分け、一つの皿に盛る。三列車は酒を組み交わしながら、全員で一つ皿の料理を食べる。果物、菓子、焼き魚、干物、肉、鶏の丸焼き、餅、ナムル、汁物などが用意される。 食材、調理方法は、しきたりがあり、決まり通りに用意する。全の1列目が菓子と、果物2列目がナムルと、干物3列目が汁物と焼き魚等、配置場所も決められている。なお料理の味付けは、シンプルで、唐辛子やニンニクは使わない。ありがとうございます。